学部門最初は学習院大学同女子大学スパークスです。学習も本当に力をつけて本当に決勝に残るまでになりましたね。どんなトレーニングしてるか分かりませんが、まあ、コーチがね、いい方がついてやってるんだろうと思いますけども、今回は連続性を特に意識したということです。ね、やっぱり抱え込みをしてですね、バク転をしているというのが一つですね。チアリーディングの競技では音楽を使えない部分が全体の半分、1分15秒ほどありますが、ここでこうお客さんをどう引きつけるかというのも注目ですね。そうですね、チアのですね、特徴というのはやはり声を掛け合う、そして観客と一緒になるという部分がありますね。まあ、チアサイドライン、そういう部分ですが、その部分で言葉を使わなきゃいけないので、その部分では音楽を使っちゃいけないということになってますので、うん、そういう部分で、この部分は大切なところですね。今のこのピラミッドをうまくね、両方とも乗せました。うん、そしてこのピラミッドが動いていくフォーメーションを使ってますからね、この辺もいいですね。ブルー&ホワイト、チームカラーのアピールをしてお客さんがそれに応えています。ザワールドというバスケットコースです。同時性、スピードはいいですね。本当に強くなりましたね、学生。最後決まりましたね。はい、もうこれはもう喜びひとしおというところですね。トップバッターのプレッシャーを跳ねつけて、そうですね、やっぱりなんていうとプレッシャーありますからね。そうですよね。